週刊ゴングは1984年から2007年まで日本スポーツ出版社が発行していた週刊のプロレス専門雑誌。略称はゴング、週ゴン。毎週水曜日に発売されていたが、2007年3月14日発売の1168号を最後に一時休刊となった。もともと1968年から1986年まで NSP が発行していた月刊の格闘技専門誌、ゴングの別冊として、1969年から発行していた月刊誌、別冊ゴングを習慣化する形で発刊された。本校では月刊ゴング、別冊ゴング、2015年に徳馬書店から復刊したゴングについても記述する。ベースボールマガジン社の大社組で、 NSP が設立された1968年、BBM でプロレスボクシングの編集長をしていた竹内康介をヘッドハンティングし、竹内を編集長、総責任者として月刊誌、コングを創刊。プロレスをはじめボクシングやキックボクシングを取り上げる格闘技専門誌だった。1982年にボクシング記事を月刊ワールドボクシングとして分割。 プロレス専門誌化される。1986年11月号まで発行された後、同年12月号より、ゴング格闘技となり、プロレス専門誌から格闘技専門誌へとリニューアルした。ゴング創刊翌年の1969年12月、別冊として、同じく月刊で、プロレス専門誌の別冊ゴングが創刊。1984年4月発売の5月号まで、 発行された。ライバル氏の月刊プロレスが1983年7月28日発売後から習慣化されて習慣プロレスとなり、月刊プロレスの習慣化に危機感を感じた月刊ゴング三代目編集長の船木翔太郎は月刊のままでは危ない。ゴングを習慣化すべきと主張し、そして1984年5月10日に、 別冊ゴングを習慣化する形で、習慣ゴングとしての第一号となる5月24日号が発売された。2006年には、習慣ゴング7月7日、合造館として別冊ゴングが復活。その後、2007年3月9日、合造館まで、全5号にわたり各月ペースで観光した。ゴング相刊当時は、ゴングのマスカラスか、マスカラスのゴングかと歌ったほど、 ミルマスカラスをプッシュしていた。主力ライターの菊池隆がジャイアントババのブレーンだったことから、ターザン山本ら週刊プロレス系のライターが全日本プロレスのブレーンとなる1990年代まで、紙面構成は全日本プロレスへ傾倒していた。週刊プロレスが SWS の取材拒否を受けていた頃、そして天竜源一郎と関係の深い長野傾向が94年に、 編集長になってからは SWS 及び派生団体の王に偏った紙面構成となる。1999年に GK こと金沢克彦が編集長に就任してからは聴収力をひいきとした記事が顕著に現れる。基本的に新日本プロレス他社の取材をあまり受けない聴取関連の記事が大きくメインで扱われ、 他の団体で大興行が行われた際も、新日本関連の記事が表紙で扱われるなどした。その新日本プロレス中心の紙面構成には、新日広報誌とファンだけでなく、小川直也などレスラーからもやゆされた。ライバル誌である、週刊プロレスが、編集長、ターザン山本の下で、売上高の前世紀を迎えた時期には、大きく、水をあけられていた。しかし、 オサの編集長時代の1996年に、週刊プロレスが新日本、ウォー、UWF インターナショナルなどからの取材拒否を受けている間は、その効果により、実売数で初めて追い抜き、金沢編集長時代には1万部以上の差をつけていた。なお、2004年の金沢の編集長退任とともに、元の数字へ戻っている。上記のように、 新日本に傾倒した記事を取り上げていたものの、週刊プロレスが全日本や SWS などに行ったような他団体への明らさまなバッシングは行わなかったため、取材拒否等は受けなかった。クラッシュギャルズブームの最中、月刊オングは女子プロレスは取り扱わないという編集方針だったが、その後、紙面刷新と共に取り上げるようになった。2006年には女子プロレス工業、 レディゴン祭り、インディー団体を集めたインディーサミットを開催した。日本スポーツ出版社もバブル崩壊に伴い経営が悪化し、経営悪化と同時期に出会い系サイトなどの政府俗系企業や闇金融の広告が増え、広告もそれらの広告が半数以上を占める豪雨もあった。2004年8月に経営陣が刷新され、これによりゴング創刊者で、 日本スポーツ出版社代表取締役社長だった竹内孝介と週刊ゴング3代目編集長で日本スポーツ出版社執行役員を務めていた長野啓子が日本スポーツ出版社の役員を退任したほか週刊ゴング歴代編集長の日本スポーツ出版社の退社が相次ぎ2005年11月には2004年10月まで4代目編集長を務め以降は プロデューサーの肩書きで、週刊ゴングに関わっていた、金沢勝彦が、2006年2月には5代目、編集長の吉川義春がそれぞれ退社した。2006年11月には、目玉コーナーで、なおかつ最長連載企画だった、評論家座会コーナー、三者三様が終了した。同年12月には、 日本スポーツ出版社が金沢に対し週刊ゴング編集長への復帰を打診したものの、金沢はこの話を拒否した。また、2007年に入ってからは、記者やカメラマンに対しての取材費が削減された。2007年2月19日に日本スポーツ出版社、社長である前田大作が民事再生法違反容疑で逮捕された際には、3月7日、 発売後で配刊となると一部マスコミが報じた。また、モバイルサイトが3月で閉鎖されることも、相まって、読者の不安が拡大し、さらに初代編集長の船木翔太郎や三代目、編集長の長野恵光、元、週刊プロレス編集長のターダン山本が、編集スタッフや、フリーライターに対して2月分の給料や、原稿料が支払われていないことや、ゴング格闘技の、 編集スタッフ全員が2月23日発売号を持って日本スポーツ出版社を解雇されたり日本スポーツ出版社の役員や社員が週刊ゴング存続のために金作に奔走していることを明らかにした日本スポーツ出版社は2007年3月2日にウェブサイト上で編集スタッフの中に退職希望者がいる事実を認めた上でマスコミの報道を否定し フリーの立場で週刊ゴングに寄稿していたオサノも3月14日発売後まで仕事があるとして休刊を否定した。三者三様のメンバーだったモンマタダオは知人などから事実確認を求める電話があったことを明かし2007年3月4日のプロレスリングノア日本武道館大会や同年3月6日の新日本プロレス後楽園ホール大会で 門馬に声をかけられた編集スタッフから、配管騒動直後に日本スポーツ出版社を退社した編集スタッフが実際にいたことを明らかにした。最終的に2007年3月14日、発売後での休館が3月13日付のスポーツ放置で改めて報じられ、実際に同号の市場にて正式に一時休館が発表された。なお、 前述のスポーツ報知では、報道では、休館号は1167号とされたが、実際には1168号である。週刊ゴングの一時休館直後に送還された、後継紙は、清水務、長野慶子、木畑和樹派が、G ・スピリッツを、竹内幸介、金沢克彦、吉川義春派が、G ・リングをそれぞれ送還したため、 週刊ゴングの歴代編集長が2杯に分裂しなおかつ2種とも相関日が2007年9月5日となる事態となった。この2種は日本スポーツ出版社からの正式な週刊ゴングの判件以降とはなっていない。月刊ゴング、別冊ゴング時代からのネガなどの資料はしばらく東京都江東区住吉に保管され、なおかつ日本スポーツ出版社元社長の前田大作が 保有していたが、前田の刑期満了後に、ゴング関連のすべての資料は、後継誌の出版元や週刊ゴングの元、編集スタッフではなく、ライバル誌であった週刊プロレスの発行元であるベースボールマガジン社へ譲渡された。また前田は、刑事裁判が始まる前に、山本や上野毛編集長である井上隆博などに対して、 週刊ゴングを復活させる話を持ちかけたが、立ちゲーとなっている。日本スポーツ出版社自体も、週刊ゴングの正式な判件移行が行われず、なおかつ、ゴングの名前を関する後継紙が発行されないまま2010年2月に破産手続き開始決定を受け、2011年3月の破産手続き決了とともに、法人格が消滅した。 G スピリッツ2007年7月に入って、週刊ゴング2代目編集長のドクトルルチャコと、清水を編集長として、G スピリッツが、辰巳出版より、刊行開始されるというアナウンスがあった。元ゴング編集者の一部がライターとして参加し、氏名の G は、ゴングの G であると、清水本人が語っている。相刊号は9月中旬発売を予定されていたが、後日の、 g リング g 送に合わせて9月5日に繰り上げとなった。週刊ゴング主任の佐々木健これが副編集長を担当し、ライターとして週刊ゴング3代目編集長の長野週刊ゴング6代目編集長の小畑などが名前を連ねた。紙面内容はそれまでの週刊ペースでの速報記事中心からインタビューや対談記事など中心に移行し、 試合映像を収録した DVD 付録を迷子をつけることとされているほか、3社、採用が復活した。その後、g スピリッツは DVD 付録の継続を断念したものの、観光形態を機関として継続している。g リング2 0 0 7年9月5日に大都社より、g リングが送還されることが、8月10日から12日にかけて新日本プロレス。 G1 クライマックスの試合会場で配布されたビラにより告知された。こちらは先に相関されたレディーズリング同様に LGC が編集、制作を手掛け、週刊ゴング4代目編集長の金沢が統括プロデューサーを担当し、ライターとして週刊ゴング5代目編集長の吉川、元、週刊プロレス編集長のターザン山本、元、 週刊ファイト編集長の井上常司、元東京スポーツ編集局長の桜康夫、菊池隆門馬忠夫などが名前を連ね、最高顧問にはゴング総監者の竹内が就任した。こちらにも G スピリッツ同様、三者三様が掲載された。また、イメージがあるとして、大のプロレスファンでもある AV 女優の夏目奈々を起用している。 なお8月15日の段階では、大都社のウェブサイト上での氏名は、メンズリングとされていた。G リングは不定期間から2008年1月号より、月間に昇格したが、8月号を最後に休館となった。ゴング金沢は、週刊ゴング一時休館から7年後の2014年7月24日に、自身のブログでゴング復館を公式に発表した。 9月9日に復刊第1号として、ゴングボリューム0が発行された。編集長は金沢が担当し、発行元は i b レコード、発売元は徳馬書店、編集は髪の毛の編集を担当しているザペールワンズがそれぞれ手掛け、g スピリッツ、g リング同様、三社三様が掲載される。ライターとして山本、週刊プロレスにコラムを寄稿していた。 斉藤文彦、漫画家の島田隆氏などが名を連ねる。復刊版、ゴングは、週刊ゴングの後継詞では初めて、ゴングの名前を関するほか、日本スポーツ出版社の法人格消滅後では、初の後継思想関となった。復刊版、ゴングは2015年1月23日に、定期観光第1号が発売され、同年3月25日からは、 月刊誌として発行されている。2015年11月の第9号より半サイズを小さくするなどリニューアルを行ったほか、12月に発売予定だった第10号の発売を延期した。2016年1月には別冊ゴングを発行。17号から小松慎太郎が編集長となる。IB レコードの出版事業撤退に伴い、 2016年10月31日発売の第18号をもって事実上の休館となった週刊ゴングの歴代編集長ありがとうございます。